というわけでね、真夏、夏もね、そろそろ終わりを遂げます、それでもね、まだまだ暑いし、コロナなんかもね、流行ってるようで、皆さんね、体調管理に気をつけてね、頑張って、またシルバーウィーク3連休ね、楽しくお過ごしください。それで3ヶ月限定柔道教室もね、今月末にね、1名の方もね、3ヶ月を迎えて修了書を渡したいと思ってます。その後もね、なんか続けていくような気があるってことなんでね、入門っていう形を取らせていただこうと思っております。モス。